8月5日土曜日、旧丸柱保育所で忍びの里伊賀創生プロジェクト発足会を開催しました。はじめに鈴木英敬三重県知事が忍者を日本のブランドとして大々的に世界へ広め、国内外からの誘客につなげたい、そのモデルとなる事業をこの伊賀で実現していくので協力をお願いしたいと挨拶しました。このプロジェクトは忍者の真偽体を体験する観光プログラムや地域活性化を実現するもので、伊賀市、三重県、三重大学、日本航空株式会社の産官学民連携で事業を進めるものです。人を誘客するこのモデルを、次に日本航空株式会社副社長の藤田忠さんが伊賀でプロジェクトを行う理由として、忍びの里伊賀効果が日本遺産に認定されたこと、三重大学が国際忍者研究センターを設置していること、伊賀市が忍者市宣言をして忍びを題材に盛り上げる環境があること、上野天神祭りのだんじり行事がユネスコ無形文化遺産に登録され文化伝統に触れることができるなど4つのポイントがあると説明しました。そして世界に本物の忍びを伝承し、誘客や地域の維持発展のため活動を続けていきたいと話しました。その後、岡本市長がプロジェクトの詳細として忍びの心と生活、技術を知る本物の旅をテーマに、忍者トレイルランニングと伊賀焼の里丸柱を舞台にプロジェクトを推進すると説明しました。トレイルランニングとは登山道を走る長距離走で、昔忍者が修行したであろう伊賀の山々を駆け抜ける本格的なレースを開催して、伊賀の人たちと触れ合ったり風土を感じたりしてもらいたいと話しました。参加者の記憶に残るようなものにしたいというふうに考えております。最後に三重大学理事の尾西康光さんが産官学民の連携体制を説明し、今回の取り組みをきっかけに地域連携活動の取り組みをさらに拡大しながら、このプロジェクトを発展させ成功させたいと抱負を述べました。最後に主催者から発足を記念した記念撮影に挑み、お互いの連携を確認していました。